こんにちは、今ですね、ジムの方には向かってます。このねトレーニングに関しては軽くだったんですけど、まあ試合の疲労感もありながらという感じで、で今週は、木曜日ですねがスペインの祝日になるので、日本だとあんま馴染みが少ないのかもしれないけど、土曜日のオフ、まあ、試合前日のオフ日みたいな感じについて、まあ、ちょっと話していきたいなと思ってます。クロアチアの時含めて6年目になるのかな、うん、試合前日のオフっていうのは結構あります。てか、去年のシーズン、タランコンでやった時のシーズンに関しては、まあ練習土曜日ちょっとありましたけど、基本的には土曜日の練習っていうのはあんまりない。まあその前日の練習っていうのはあんまりない。結構日本だと、でも日曜がね、リーグ戦とかだと土曜日練習軽くやったりするイメージはあるけど、あんまりこっちに来てそんな感じはないです。まあ、試合前日にやることってやっぱよくよく考えてみて、今までは練習するのが当たり前だと思ってたけど、第一に多分体痩せるのが絶対いいよ。試合のためには結構オフにするのは効率いいことなんじゃないかなとは思ってます。クロアチアの1シーズン目とかは前日のオフが結構嫌で、自分でボール蹴ったりとかしてましたけど、もう今は特にそんなことはしないですね。もう今更変わることはないし、だったらまずちゃんと体しっかりゆっくり休めて試合に整えた方がいいっていう判断をしてます。できるようにはなってるというか、だけど一番大事なのって練習じゃなくて試合だから。試練すごくやっぱ文化あるけど、いい、いや大事だよ、絶対やった方がいいしやるべきだしいいんだけど、その自主練が練習のメインになってるところがある。なんか去年の夏にコンサドーレの練習見に行ったんだけど、北海道旅行行った時ね、チームでの練習よりも自主練の時間の方が 長いというか、こうすごくみんな一生懸命やるから、これから練習始まったみたいな感じで、キレも上がってたし、そのやってる質というかそこのも高かったと思う、普通の全体の練習よりも。果たしてそれって本当にいいことなんだろうかっていうのは思う。やっぱチームでの練習が一番大事だし、そこで 100% の力を使うべきだなとは僕は思ってるし、結局監督とかが管理できればどんぐらい疲れてるかっていうのは、まあ、それも踏まえて試合前日オフっていうのは結構僕は賛成派ですね。はい、そんな感じです。もし僕が日本でねそういう指導者というかそういう立場になったら、まあ、そういうのを採用していきたいなと思ってます。まあ、そんな感じで今日の一言に行ってみたいと思います。ではまた。You're alone in the jungle now. You wanna make a fire, but